客人がお見えです。こら、何してるんですか、かぐや様。お客様。会長だ。どうして会長がいるの。今日からうちに住むの。聞いてない。住まない、住まないから。いいですか、この部屋には3時間ほど誰も絶対に入りませんが、その上この部屋は防音完璧ですし、かぐや様の記憶は残りませんので。篠宮、もしかして俺のせいで風邪ひいたのか。あ、会長怒ってる。ごめんなさい。一緒に寝よう。いや、篠宮、照れてるんですか。おかわいいこと。一体俺はどうなってしまうんだ。嬉しいくせに大好きだよ、ずっと一緒にいようね。おはよう、キリト君。今のって、さて今日はどこに遊びに行こっか。じゃあキリト君は遊びに行きたくないの。ああ、面白そうなとこあるよ。うわあ！リンが死ぬ夢を見た。うわ！いちかくん、見たわね。すみません。あの、気が大丈夫ですか？なんでベッドに入ってきてるんですか？怪我人だからよ。そういう問題ですか。私にもエッチなことしなさい。え？ありがとう。え？だから助けに来てくれて。いや、それはまあ当然というか。私は嬉しかったの。了解です。先にシャワー浴びていいよ、風邪ひくかもしれん。あれ、先にシャワー、それすなわち。あ、何今の、笑ってる途中何があったの。バスローブに着替えてまいりました。はあ、篠崎さん、ベッドで一緒に温まりませんか。一緒にって、香坂さん、で結局駅舗では何も起こらず。僕ってヘタレだよな。まさかあそこで寝てしまうとは。はあ、ああ、見せないで。じゃあ今日のお役目は添い寝ってことですね。失礼します。うん、あんた一応姫だろうが。何でもいいからそばにいて。何の修行だこれは。そうじゃなくてお前にいてほしいの。ここに座って、座って。くそ、可愛いと思ったら負けだ。ったく、これでいいんですか。うん、あとね、小指ちょうだい。落とせと。違うわよ、手、こっち。おやすみ。やっぱいい。あ？こっち見ないで。タカ君、タカ君。
寝ちゃう？いや、まだ寝ないけど。じゃあさ、ちょっとお話ししてもいい？うん、いいよ。タカ君、今日は一緒に寝よう。はい？だから、今日は一緒に寝ようって言ってるの。いや、それはさすがに嫌なの？前は一緒に寝てくれたのに。それはルル姉がまだ子供で一人で日本に来て不安で心細いって言うから。お邪魔します。ちょっとルル姉。わあ、タカ君と一緒に寝るの久しぶり。タカ君。だからルル姉って何？ルル姉は自分がとっても魅力的な女の子だってことをもっと自覚するべきだと思うよ。オーケー。もう全然自覚してないじゃんかよ。違うよ、自覚してるからこその行動だよ。おやすみ、タカ君。あなたの彼女はそういう女よ。エイタ、エイタ、エイタ、こんな素敵な人が私の彼氏。わにゃ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 。マスズさん、マスズが壊れた。波の音が聞こえるわ。ああ。こんなことしてると私、体の芯から腐っていく気がするわ。でも、あなたと腐って土に帰るのなら、それも悪くないかもね。エータ、起きてるか？あ、はい。会社に帰る前に話があるから、降りてきてくれないか？はい。大丈夫。お前の彼氏を信じろよ。わかったわ。剣の乙女ともあろう女が毎夜毎晩怖くて恐ろしくてたまらないのですよ。こんな世界ですもの、助けとなるものはいくらあっても他の方にはきっとわからないでしょうけれどね。そうか。何がおかしい？だっておかしいではありませんか。かつて魔人を討伐した女ですのよ、私。それが子鬼を怖がっているだなんてね。私を助けてくださいますか？お兄ちゃん、いつも通り。違うんだ、これはカガリさんが僕の体に問題がないか調べてただけで。知ってるだろ、封印が解けてまずい状態になってること。確かにな、姿はびっくりするよね。聞いてよ、母さんがタンスの奥から出してきてさ、切ると僕が喜ぶからとかそそのかしてさ。だからつまりこれはそのあれだよ、あれあれっていうかそれ。高宮君、さっきのことだけど。ん？決して大げさな物言いではないの。この先危機が訪れたとしても絶対に力を望んではダメよ。